2010年のバレンシアグランプリは、ロードレース世界選手権の2010年シーズン最終戦として、11月5日から7日まで、スペインのバレンシアサーキットで開催された。ライダーズチャンピオンの決定が、3クラス中唯一、最終戦まで持ち越された 125cc クラス、ポイントリーダーのマルク・マルケスは、ランキング2位のニコラス・テロルに対し17ポイント差を、築いており、 テロルが勝ったとしてもマルケスは8以上でフィニッシュすればタイトルを獲得できる有利な状況となっていた。土曜日の予選ではそのマルケスがシーズン12回目となるポールポジションを獲得テロールは2番グリッドからのスタートとなった。日曜日の決勝では3番グリッドからスタートしたブラッドリー・スミスが終始レースをリードしシーズン初優勝を遂げた。これにより 2009年のダッチ TT 以降26戦続いていた、スペイン人ライダーの連勝記録に終止符が打たれた。続いて、テロルとのバトルを僅差で制したポルネス・パルガロが2位に入った。マルケスはリスクを避けて、バトルに加わらず、4位フィニッシュでタイトルを手中に収めた。17歳と263日でのチャンピオン獲得は、ロリス・カピロッシに次ぐ。 史上2番目の最年少記録となった。元2クラスでは、翌シーズンからのモートジッピー復帰が決まっている、トニエリアスが、シーズン3度目となる、ポールポジションを獲得した。ライダー部門ではすでに初代チャンピオンを確定させている、エリアスだったが、今回のレースには、森脇のコンストラクター部門逆転制覇がかかっていた。またエリアスは、日曜日のセッションには、 眩しく輝くシルバーのスペシャルペイントのマシンで登場した。決勝序盤はアンドレア・イアン・ノーネがレースをリード、後続との差を徐々に引き離しにかかっていた。8周目には2番手を争っていた GP2000 目のケナン・ソフォーグルがメインストレートでステファン・ブラドルと接触しコースアウト、転倒となった。またブラドルも12周目に単独転倒。 リタイヤを喫することとなった。その後、レース終盤にかけては、フリアン・シモン、エリアス、カレル・アブラハムらがヤン・ノーネに追いつき、抜きつ抜かれつの激しいバトルを展開することとなった。ファイナルラップにはエリアスが無理な仕掛けで、ヤン・ノーネと接触、その混乱の隙をついてアブラハムが、トップに立った。翌シーズンからのモートジッピークラス昇格が決まっている。 アブラハムは、元にクラス最後のレースを自身、グランプリ初優勝という最高の形で締めくくった。転倒を免れたヤンノーネが2位、シモンが3位に入り、年間ランキングではシモンがヤンノーネに、わずか2ポイント差で2位の座を守った。エリアスは上述の接触により、コースアウト、転倒を喫し、その後復帰したものの30位に終わった。この結果コンストラクター部門では、 スッターが元に初代王者に輝くこととなった。モートジッピークラス予選では翌シーズンからのホンダワークス移籍を決めており、今回がドゥカティでの最後のレースとなるケイシー・ストーナーがシーズン4度目のポールポジションを獲得した。2番手には今回スワロフスキー・クリスタルを1800個埋め込んだ金色のスペシャルヘルメットで登場した新チャンピオンのホルヘロレンソが続いた。 3番手には自身クラス初のフロントロー獲得となるマルコ・シモンチェリが入った。日曜日の決勝レースは、序盤はストーナーがトップを維持、ロレンソはシモンチェリとの接触により、体勢を崩し、一時は9番手にまで落ちていた。しかしその後ロレンソは巻き返しを見せ、12周目にはバレンティーノ・ロッシを抜いて2位に、23周目にはストーナーを抜いて、 トップに浮上、そのまま逃げ切って、シーズン9勝目を遂げた。これでロレンソは383ポイントという、シーズン獲得ポイントの史上最多記録を樹立した。翌シーズンからのドゥカティーを決めているロッシは、3位、表彰台で、ヤマハ最後のレースを締めくくった。ウィニングラン中にマシンをコース脇に止めたロッシは、 ヤマハイ赤5発のレースで勝利を遂げた2004年の南アフリカ GP と同じようにイザー M1 にキスをし7年間を共にした愛車に別れを告げた。ありがとうございます。